それでは向こう田邦の短編集思い出トランプから花の名前を朗読します残り切れで作った小布団を 電話機の下に敷いた時「んだこれは?」と言ったのは夫の松尾である「俺は座布団なしで育ったんだぞ」「機械の分際で生意気だと言わんばかりの口ぶりだった」「じかに置くとベルが鳴った時耳障りながさつな音を立てるからと口が滑りそうになってつね子は 危ういところで言葉を飲み込んだ夫の前で無神経とがさつはまだ禁句であるこの冬常子は初めて足腰が冷えるということが分かったそのせいか電話機がむき出しで白い樹脂加工の台に乗っているのを見ると 「お尻が冷たそうで気になっていたんですよ」と半分笑いにごまかすと松尾はそれ以上は押さず湯上がりタオルで背中を拭きながら奥へ入っていった「五十に手が届こうというのに張りのある背中は水をはじいている」「また一回り体が分厚くなったようだ」 若い自分ははこうではなかった。夫婦喧嘩ともいえぬ小競り合いで分がないと見ると夫は肉のそげた肩を見せ足音も荒く奥へ根に入ってゆくのだがその背中は「それがどうした」と言っていたそういう夜は必ず隣の寝床から手が伸びた日付の変わらぬうちに決着をつけ 優位に立っておかなくては収まらないせっかちなところがあった闇の中で押しっしがれながら常子は新聞の隅に載っている相撲の星取り表みたいだと思った一言も口を聞かず常子の左耳のところにためていた息を吐き急に目方をかけてくる自分のしこ名の上に勝ちの白星をつけてから眠るのである だがもうそんなことはないものの5分もすれば高いびきが聞こえてくる25年の歳月は夫の背に肉をつけ暮らし向きの細かいことも言うだけは言うが結局常子の言いなりになっている「君が代」が聞こえてきた 隣のうちのテレビである。どういうわけか必ず国家水槽まで聞いてスイッチを消すことにしているらしい大学生の息子も娘もどこで何をしているのかまだ帰ってこない電話のベルを大きい鋭いと思い小布団をあてがったのは常子が一人で 帰る人間を待っていることが多い証拠であろう家族4人の顔がそろいお茶を飲んだりしている時は隣の君が代は聞こえないのである小布団をあてがってから常子は気持ちのどこかで電話のかかるのを待っていることに気がついたベルは明らかに 丸く温かい音に変わったその変化を確かめるためにも電話はかかった方が嬉しいのであるしかもこのところ電話が鳴るたびにいい知らせである長男の就職が内定したことも夫が経理部長に栄転したことを言ってきたのも電話であった買い物をしていて落とした母の形見の財布が 中の金は抜き取られていたが財布だけは見つかりましたとスーパーの店員から知らせてきたのも穏やかなベルの音なのである台所でジャガイモの皮をむいていた去年取れた古い芋はところどころに芽を作っている包丁の先を使ってえぐりながら 初めて母に包丁の持ち方を教わった時のことを思い出したあの時むいたのも確かじゃがいもだったじゃがいもの目は毒があるんだよ発火と食い合わせると死ぬと教わったような気がするライスカレーやコロッケのおかずを食べながら昼間外で発火のドロップを食べたことに気がつき どうしようと胸が潰れる思いをしたのはいくつの時だったのか茶の間で電話のベルが鳴った常子は優しい響きに満足し機嫌のいい声で返事をしながら小走りに駆け出して受話器を取った弾んだ声で名乗ると「奥さんですか?」。 初めて聞く女の声だったどなた様しばらく沈黙があってご主人にお世話になっているものですが今度は常子が黙る番だったまさかとやっぱり二つの実感が 赤と青のねじりんぼうの床屋の看板のように頭の中でぐるぐる回っているご主人に内緒でお目にかかりたい今日これから時間は取れないかというのを人ごとのように聞いていた黒く伸びた電話のコードの先に闇があって その闇の中に女が一人座っている。顔も姿も見えないが自分と同じように受話器を持って座っている。年格好はつね子の半分かもう少し言ってるかもしれない。素人ではないらしい。つね子は自分の指が夜ようにもてあそんでいる。 小布団の四隅に下げた赤い飾りの糸が油で薄黒くなっているのに気がついた一月も経ってないのにどうしてこんな嫌な色になったのだろう女とは夕方ホテルのロビーで会うことにした私あなたのお顔を存じませんがと言いかけると女は 私は分かりますと薄く笑ったどうして分かるのだろう夫はこの女に家族の写真を見せたのだろうか脇の下が汗ばむのが分かった最後に女の名前を聞いた時常子はもう一度絶句した常子と聞こえたからである夫は 自分と同じ名前の女をと思いかけたがこれはすぐ間違いと分かり女はツワ子であった念を押すつね子に「ツワ吹きのツワです」「石の吹き」と書く「い,いえひらがなでツワ子」電話を切って しばらつね子はそのまま座っていたじゃがいものでんぷんで黒い受話器に白い指の跡がついているそれから急におかしくなった体を二つ折りにして笑った女の名が花の名前と同じだということに気がついたからである 結婚する前松尾は花の名前をほとんど知らなかった。桜と菊とゆり。知っているのはこれだけである。よく聞くとこの3つもあやふやだった。桜だけは自信があります。僕の中学の気象ですから。と威張るので桜と梅との区別を尋ねると途端に頼りなくなった。 やめようかしら。常子は家へ帰ってため息をついた。これからの長い一生、何の花が咲いて、何の花が散ったのか、関心の薄い男と暮らすことは、二十歳になった常子には寂しいことだった。花の名前だけのことではないのである。ところが、 つねこの母は急にこの縁談に乗り気になったそういう男の方が女房は幸せだというのであるお父さんをごらんなつねこの父はよく言えば趣味人はっきり言えば用貧乏というところがあった魚をもらうと鮮やかに柵取りをして 刺身に作った水引きなど結ばせると母よりはるかにうまかった女の着物についての知識もあり柄の見立ても上手だったその分殺し文句もうまかったのであろう役人としては出世しなかったが常子の知らないところで小さな女出入りもあったらしい母にせき立てられるようにして 次に松尾に会った時彼は独り言を言った「俺は片輪だな」。つね子は隣に立つ自分より頭一つ大きい男を見上げた子供の頃から名門校に入ること首席になることを親に言われて大きくなった。数学と、 経済学言論だけが頭にあった。まっすぐ前だけ見て走ってきた。結婚したら花を習ってください。僕に教えてください。つね子はもう少しで松尾に飛びつくところだった。女だてらに貸したないとこらえたが、すぐに松尾のすじばった手がつね子の手を握りに来た。 私でよかったら、教えてあげる。花の名も魚の名も野菜の名も松尾は約束を守った新婚旅行から戻ると常子を近所の華道の師匠につけた週一度の稽古のある日は寄り道をせずにまっすぐ家に帰ってきた夕食もそこそこに 今日習った通り目の前でツネ子に行けさせ手術に立ち会うインターンといった目で見つめそれは何の花だしつこいほど繰り返して尋ねた花の稽古日の夜は必ず荒々しい仕草でツネ子を抱いた新婚の頃はそうとは気づかなかったが結婚して5年目 偶然の機会から夫の手帳を見て分かった松尾はその日常子に習った花の名前をメモしていた「三月某日ラッパ随戦黄色こでまり白」という具合であるさらにその日の最後の欄に不調が一つついていた 実行と書いて枠で囲ってあった前に遡って調べるとほとんど例外なくついていたちょうどそのころだったろうか夜遅く夫が上機嫌で帰ってきたことがあった上役の家に呼ばれ夫人のいけた床の間の花をかなり黒と好みの凝った花材だったが 松尾だけが言い当てることができたというのである「見直したよ」と上役夫妻に言われたと夫は何度も繰り返しそれから畳に手をついたお前のおかげだ上役に気に入られて有頂天になる夫を見るのは初めてだったこの人にもこんな俗な面があるのかと かすかに失望しないことはなかったがお前のおかげで人間らしくなれたと言われれば悪い気はしなかった電気を消してから後の夫の手洗い仕草を待ち受ける気持ちもあったその世のことが原因かどうかこのあとつね子は流産をした生まれていれば 三人目の子供である日常のこまごましたことを妻が教えそのよ教わった分だけお返しというか仕返しをする習慣はこの辺りから自然に少なくなっていった松尾はもともと時間や規則にあかましい比較四面の人間だったから 竜山が答えたのかもしれなかったもう教える必要もなくなっていたスズキとボラの違いサワラとマナガツオの味の差ほうれん草と小松菜ミツバとセリこの区別もできるようになっていた犬というのはただ犬という動物がいるだけではなく秋田犬土佐犬 柴犬がいてセパードがいてグレートデンがいてということがわかるようになっていたしかし習慣というのは恐ろしいもので夫に復讐を強いる口調になっている松尾の方もうるさいなわかってるよと言いながらもタヌキみたいな方がシャムでキツネみたいなのがペルシャだろ 反対ですよ。細かいところでは、まだまだ常子の方が上だった。これだけは二十五年前と同じで、黙っていれば、いつまでも冬服を着て汗をかいている。常子の出す下着を着て、俺は色はわからん。常子の選んでくれるネクタイを締め、冠婚葬祭の付き合いも、 部下中岡堂を頼まれた時の挨拶も皆常子の言う通りにしていた長女に「具体恩痴とからかわれているがあとは世間並みの父親であろう仕事はでき出世も人より早かったが真面目の上にもう一つあまり字面の良くない字が乗っかるところから女道楽だけは大丈夫だと思っていた。 だが「女がいた女は花の名前だった」「夫がその女に惹かれたのはおそらく名前のせいに違いない」「教えた甲斐があったわ」「常子はつぶやきもう一度大きな声で笑った」「無理に笑っていた」 ラケットを取りに戻った長女が「ママどうしたの?」と尋ねたが娘に話せる筋合いのものではなかった「女と約束した場所に出かけるのに美容院に行くには時間がないがじゃがいもの皮の続きをむくぐらいのゆとりはある」「毒がある食べると死ぬよ」 と昔、母に言われた薄赤い目を自分でもびっくりするほど大きくえぐり取っていた「つわ子」と名乗った女は三十を少し出た二流どころのおばあのままらしかった衣装も化粧も地味でおっとりした品の悪くない人だった。 子供ができたというのか、それとも手切れ金なのか、もっと深刻な何かなのか、来る途中、ああかこうかと思い屈し、どうにも見当がつきかねて、出たとこ勝負でと多少気負ってきたつね子は、そのどれでもないらしいとわかると、少し抜けがした。ご用件はと聞くと、 コーヒーヒ茶碗の取っ手をもてあそんでからこういうものがいるということを覚えておいていただこうと思ってそれだけ言ってホテルの庭の滝を眺めている黙っていてもらちが開かないので常子はご存知と思うが去年銀婚式を迎えたこと就職 結婚を控えた子供がいること。「主人は外でどんなお付き合いをしているか知らないがうちと外とは別に考えております」などとしゃべったつわこは一言もものを言わない「つわこって珍しいお名前ねうちの主人すぐ言いましたでしょきから取ったなって A と相手が答えたら昔のことを話すつもりだった花の名前は私が教えたんですよだが違っていたいいえ別につわこはゆっくり答えたそういえばご主人後になって言ってたわね 君のおふくろさん、座りが重かったのかいって、人のよさそうな顔で笑うと、そんな名前、子供につける親ないですよね。つわこは、もう一つ意外なことを言った。夫は、バーでつね子のことを、うちの先生と呼んでいるというのである。 うちの先生「何でもよくご存知なんですってね私と反対だわ私バカで有名なんですよ」「つね子は女の着付けが緩めなのに気がついたしゃべり方もスプーンを動かす手つきもゆっくりしているほんの少し ネジが緩んでいるとも思えるが演技かもしれないそうだとしたら本当に怖いのはこの手の女だという気もする何でも知っているはずのつね子は結局何も分からずコーヒー代をつわこと割り勘で払って帰ってきたその夜 夫も子供たちも帰りが遅かった。一人で茶の間に座っていると体の芯のところからふつふつと湯がたげるように高ぶってくる。「俺は片輪だ」と言い「教えてくださいお前のおかげだ」と畳に手をついたのはあれは何だったのか。 日記帳についた夫の不調にはどういう気持ちが込められていたのだろう夫はいつもの顔をして帰ってきた叩きつけたい言葉を飲み込んで「つわぶきな花知ってます?」と聞くと酒臭い息がめんどくさそうにこう答えた「つわぶきか黄色い花だろ つわ子って人知ってるつね子の口を封じるようにこの頃、見かけないなああの花は奥へ入っていく夫の背に電話があったわよあの人一体追い打ちをかけると夫の足が止まった終わった話だよそのまま入っていった また一回り体が大きく分厚く見えたその背中は「それがどうした」と言っていたものの名前を教えた役に立ったと得意になっていたのは思い上がりだった昔は 確かに小屋子をやった覚えもあるが、若木は気がつかないうちに大木になっていた。花の名前、それがどうした女の名前、それがどうした夫の背中はそう言っていた。 女の物差しは二十五年たっても変わらないが男の目盛りは大きくなる隣からテレビの君が代が流れてきた でしたかそれではまた次回お楽しみに